M40-106mm 無反動砲イスラエル砲兵隊博物館の展示品 M40-106mm 無反動砲はアメリカ合衆国が開発した無反動砲である M27-105mm 無反動砲の改良型として開発されたもので実行径は 105mm であるが M27 との弾薬の区別のために 106mm 無反動砲と呼称される 車両上からの車載射撃、車両から下ろしての地上射撃が可能である。照準機はあるものの、再装填に時間がかかる無反動砲という特性上、一発必中を着さねば、ならず、砲の上に同軸装備されるスポッティングライフルの栄光標定弾を発射し、あらかじめ砲弾の着弾地点を予想する。アメリカ軍では、 不評大隊の対戦車小隊に配備され、ベトナム戦争において使用されたが、後には BGM-71 等対戦車ミサイルに更新された。アメリカ陸軍のみならず、日本、オーストラリアなどでも採用され、現在でも多くの国で使用されている。M40 無反動法は日本をはじめ供与された、いくつかの国で、ライセンス所得による国産化が行われたほか、 イランにおいてもアンチ、タンクガン106の名称で、防衛作業機構がその砲弾とともに、コピー生産している。また、中華人民共和国においても、スポッティングライフルを含めた、フルコピー品を75式105号枚、武功座力砲の正式名で装備、生産している。日本の陸上自衛隊においては、60式 106mm 無反動砲として、ライセンス生産され、 法及び法側、日本製工所、スポッティングライフルは、法和工業で製造された。主に近距離対戦車兵器として、四段対戦車隊、普通化部隊に配備されたが、現在では01式系対戦車誘導弾や87式対戦車誘導弾などの配備が進んだため、退役が進み、第一戦装備とはなっていない。1990年代初頭に、 北部方面隊が使用していたものは87式導入の関係で、西部方面隊や中部方面隊に配置していたが、近年では、西方重視の方針転換により、新規制3分の87式が、西方の普通化連隊対戦車小隊に配備され、かつ、北方の60式自走 106mm、無反動砲が退役したため、管理外で、 北部方面隊の60式自走 106mm 無反動砲の代替として、北方の普通可憐隊対戦車小隊に配備されている。106mm 無反動砲は重量があるため人力のみによる運用は困難で、車両搭載による運用が基本となっている。登場当時は共用品の1、4トントラックに搭載されていたが、73式小型トラック。 登場以後はそちらにも搭載された。しかし、搭載されているのは73式小型トラックの旧型だけで、新型に、この無反動砲は一切搭載されていない。なお、早期車に搭載され、自走砲化されたものが60式自走 106mm 無反動砲である。これに搭載されるものは、基本的な構造は同じだが、車両に固定搭載させるために、 方画等の変更点があるため、全く同一ではない。M40 無反動砲は、重量が 200kg 以上あり、多国の口径 90mm 以上の無反動砲の、方画と比べて、車輪が一つだけであったり、方足が門の字型であるなど、その形状は、人力内し車両による牽引に適しているとは言い、がたい。このため、長距離の移動はもっぱら車両に搭載されて行われた。 搭載される車両としては、ジープや、ランドローバーディフェンダー、メルセデス・ベンツ・ g クラス、トヨタ・ランドクルーザー、ハン・ビー、M274 トラックなどの小型4輪、軍用車両や、ピックアップトラックが主流である。また、モーターボートに搭載して、武装集停としているケースもある。走行車両への搭載は稀であるが、 アメリカと日本は専用の車体を製作して、それぞれ M50 トス自走無反動砲と60式自走 106mm 無反動砲を生産したほか、パキスタンやレバノンにおいては M113 装甲兵員輸送車の車体上に搭載し運用した例もある。初言作動機構性能砲弾、創薬運用し M40 無反動砲の砲弾。薬莢側面には、 多数の小穴が開けられている2006年にイスラエル国防軍がレバノン南部に侵攻した際にヒズボラから露飼したもの。イラン製であると見られる M40 無反動砲の砲弾は固定薬莢式であり、その薬莢の側面部にはクロムスキット式無反動砲であるために無数の小さな穴が開けられている。弾頭は体操降車両用の成形薬弾と粘着榴弾のほか 対人榴弾とフレシェット弾も用意されている。ありがとうございます。